お疲れ様です。今日はですね、こちらグローバル大会やっていきます。では、まあ、レッキはね、マザネックのこのロイでやっていこうかなと思います。で、今回のグロ隊はね、なんと限界突破を使えない仕様になってるんで、まあ限界突破持ってない人からしたらラッキーだし、まあ持ってるね、俺みたいに、もう限界突破しか最近使ってないよってやつは、ちょっと悲しいんですよね。はい。ということで、久々に限界突破がいない環境のね、クラロをやろうと思います。で、まあ限界突破いないと、まあいても変わんないんですけど、そのやっぱロイジアイとホグが強いかな。っていうイメージで、他にはまあエレジアイとか、まあその辺も生きてはくるとは思うんですけども、まあ多分そこが頂点だと思うんで、まあ遅延スキルとかも強そうですけどね。はい、よいしょ。まあ限界突破いない分、何でもいておかしくない。さあ、新鋭体スキキンっていう、もういきなり謎デッキではあるが、これソウルプラされたらやばいかな。やめて。いや、ババ帰ってくる、優秀すぎる。さあさあさあ、ってことで、直近もね、ホグが4連続ぐらいで来てたんですけども、さあ今回は違う。で、これどう考えても緊急とした方が良かったんですけど、まあちょっと5を打っちゃったよね、楽しちゃったよね。はい。新エテルホグスケキン型、これはまた珍しいね。ロケコでぐっちゃぐちゃにしてあげたいんですけども、まあロケコはいませんよと。吹き矢ゴブリンですもんね。マジ限界突破いないと分かんない、クラロは。限界突破に慣れすぎちゃって、いないクラロをね、忘れちゃったんですよね、正直。限界突破欲しい。このロイが限界突破してたらって考えると、めちゃくちゃ強い。さあ、もうこれでさ、なんか、行ってさ、たまたまええ感じになってくれん？さあ、ソウルゴールして、あとは神頼み。ロイジェイはなんか、神頼みしとくと結構勝てるイメージがあるんですけど、分かる人いる？うん、いやー、めっちゃいい。さあ、吹き矢は、そこがこれいらないな、落ちるな、どうせ。バチコーン。さあ、強すぎ。まあ、なんだかんだね、ロイジャイですよね。限界突破しても強いんですけど、しなくても強いんで、普通にシーズン終わりとかに下方来てもおかしくない。さあ強すぎ。これ諦めたか、もう。さあ、まあグロ隊ね、真面目に世界1位目指すとしても、ていうか、まあ上位目指すとしてもなんですけど、バッジとか、世界100位以内入ると限定スタンプね、まあ、もらえるんですけど、まあその辺もね、やっぱクラウン数がちょっと大事になってくる。まあ、いつもやってるんですけど、まあグローバル大会でちょっと成績残したいとか思う人だったら、もう3クラね取っとくと、同じ勝利数の相手にもクラウン数多い方が順位上行くんで、100位と70位とかもうだいぶ変わってくるんでね、クラウンの多さだけでね。ちょっとクラウン多めに取っとくのは大事かなと思います。さあ、マッチング早い。ママロイね、大会とかでも使われるね、このデッキはね。なんかすげえずっと強い、一生強いやん。ロイジャイ、マザネクザッピー、なんか高回転の何スケーレスピロイとかよりも使いやすいとは思うね。基本的に墓石置いてみたいな、ロイジャイデッキではあるんですけど、ちょっと重めなんでね、基本的に使いやすいと思う。ゴレとかの大型にも強いしね。さあ、今回遅延スケだったらもうママ覚醒でグッドゲーム説ある。いや、めちゃめちゃ遅延スケだ。たまにこの顔して遅延スケラじゃないパターンも、まあ、ないこともないけど、ゴレとかね。いやー、どう見ても遅延スケラですよね、これは。さあ、となると、まあ、結論でいっか。一回結論して、攻められても、あ、マザネクいるんで、とか思ったけど、やばい。やばい、タイミングが、なんか、タル使って、やばいやばいやばい、ちょ、待って待って、普通にやばい。普通に負けたくない。いや、でも、マジャニク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 っていうね。で、これは左をね、攻めちゃおう。右に墓石使いたいんじゃない？あー、墓石使いたかったよね。墓石使ったら、これはバッター、いや、豚だけで倒れそうなんだけど。さすがマザニク、俺の愛した女の子よね。だいぶ年いってますけど、これがね、やっぱマザニックの良さよね。ス
スケラに対しているだけで相性が良くなるっていう。まあスケラ側もね、スケラ打たないとか、まあいろいろ立ち回りはありますけども、基本的にね、まあ超メタです。超メタなんでスケラ側からすると絶望。こいついるだけで小物にも勝てる。枯渇とかにもまたちょっとね相性良くなる。まあロイとかね、なんかその硬い系にはね、ジャイとかね、ちょっと混ざりにくってなっちゃうんですけど、言うて基本的に強い。さあこれでちょっときつそうじゃない？ソウルコールまでやっちゃうぜ。ボーポイ、いやでもスケルトンはみ出る。でポイズン使わすと、もうマザネク無双技あります。でスケラに対しては後ろ墓石が有効だと思う。はい、いやこれもう、いやでも正直これクラウン欲しいんですよね。この絶望です。はい、スケルトンラッシュ打ってんのに、あれスケルトン沸かずに豚湧いてんなっつって、はい、豚ラッシュです。おめでとうございます。はい、呪い出して、まあ時間で勝ちかな。まあこのデッキはだいぶ完成度高いですね。本当にテンプレデッキの中でもだいぶトップで、絶望的に勝てないっていうデッキもねちょっと少ないですね。まあ、嫌なのはインフェとかか。インフェの鉄壁がきついぐらいで、基本的にねさっきもホグラッシュ来ましたけど、幅広く何人でも戦えるイメージがあります。さあどんどんいきましょう。クリスチャンダブルピース、ちょっと強そう。なんか序盤にじゃないよ、最初の方にねあんまダメージ受けなければ大丈夫なイメージはある。さあ宝石置いて、もうラバ来たらロイ行くし、ゴレ来てもロイ行くし、無視されたらまあタルでいいか。また遅延スケルだったら美味しいんですけどね。まあ、結論しちゃうか。あーマイグルネス。まあ、これは、まあ、2択で、ゴレかバルーンフリーズなんですよね。あーで、そっちだと、バルーンフリーズの方ですね。で、バルーンフリーズは、ちょっと嫌です。うん、ちょっとどころじゃない。だいぶ嫌です。正直。ライドラがね、マジでライドラが、うーん、本当はキング起動とかしたかったんですけどね。まあでこれインドラ、あビビドラだ。基本インドなんですけど、誰が来る、ソウルコールしてはみ出ねえかな。いやーでも結構はみ出そう。うん、全然はみ出んやん。なんで、はみ出しはみ出しはみ出し、うわーちょっと待ってこれ。いやでも、ビビな分、マシかな。インドの方が嫌だし、え？これめっちゃ美味しい。絶対します。ミス、ミスんな、絶対ミスんな、絶対ミスんな、絶対ミスんなよ、俺。オーケーイ！危ねえ、絶対ミスんなって言った時ね、90% ぐらいでミスるんですよね。だいぶ高確率。これは、ランバーのサイクルなんで、出して、引っ張り判定。まあ、トルネボーエかな、綺麗に。まあ、ボーラーのキング起動でもいいんですけど。ああ、まあ、全然いい、全然いい。ああ、めちゃくちゃいいボス来たな。じゃあ、ランバー？なんでレイジ届けに来たん？お前、いいやつか？いいやつすぎんか？うぅ！怖すぎえ。で、この相手のデッキね、基本インドなんですけど、インドじゃなくてベビーになってるから、もうロイジャイ単品お届けしまくって。よしよしよし。まあ攻めるのがやっぱ大事かな。ある程度こう攻めていかないと、後ろから形組まれてしんどいしんどいってなっちゃう。まあ焦らずに。でもあざねく延命したいな。やめて、石の角度、石の角度、石の角度良すぎ。あ、これやばいかな、もしかして。フリーズバッキン、いやー来るよね。よし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 、渡ってもらって、たくさん。おー、いや、ビビドラ、え？ビビドラ嘘やろ？すげえルートやな。あんま見ねえ。まあ、これで、
まあ、キング起動してるからね、俺はこれ。許容でいい。キング起動してるからね。まあ、キング起動しなかったらこれ許容したら終わってたかもしんないんですけど。これでさ、もう終わりでしょ。あー、ソウルコールが。私のソウルコールが。いやー、でもロイジェ刺さってる。ファイブ圏内、オーケー。よし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 。まぁ、あ、ちょっと怖い。バルフリ。まあボーラーとか、なんかね、やっぱファイブなんで、その、バルーンがきついとか、ホグがきついじゃなくて、サイドのキャラがきついんですよね。ロケット推しとか、ファルチェとか、ゴルナイとか、なんかそっち、ボーラーとかのね、あの、範囲のゴコスの地味ヤクザたちがね、辛いイメージがあるんですけども、まあ勝てますけどね。はい。さあ、コカッちゃん。イエタル咲いたし。いや、ファイスピだからホグか。いやー、全然、コカッちゃん。これやばい。あの、ゴブリンから言ったら、マジやばい。痛い、痛い、痛い。ごめんなさい、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 ごめんなさい。あー、インフェだしねー。こら嘘だろ。これですねー。きついのがねー。まあ、IT 壊れたら、行きたい顔もしてるんですけど、いやーこれ行ってもいいかもね。インフェマジきついっす。あーやばい、これ終わったかも。ちなみにバルキリもめっちゃきついっす。カシマイプリンもやだし、ゴブリンバレルもやだし。お願い、何もしないで。よしよし。はじめプリンやめてよ。はじめプリン。はじめプリンせこいって。ほんとに。いやー、これやばいな。これやばいっす。ちょ、待ってよ。今、12勝とかだもんな。うわー、罰つけたらね、ダメですよね。何があっても。こういう絶望なのを、勝っていくのが大事。今、プリン咲いて2枚。いや、マジで勝つけどね。勝ち筋は、まあ、ケツロイっすね。1周目ロイインフェで死ぬんで、2周目ロイを、うわ、ファイブやん。え、やばい。キモいキモいキモい。マジでガンメタやん。おい、それだけはやめてくれよ。ロケであれよ。いや。マジで可能性を見出すもん。やばい、待って。何この、変な、変な動き。マジ、バルキリー、なんかやばいな。いや、このトリトンも、これの想像と違う。まあ、マジちょっとあるんです。痛い。いやだだだだだだ。負けたくない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 。見てろ。いや、ファイブ打ってもよかったけど、一回耐えるわ男。アイでファイブなんだね。焦ってんね。いやー、マジでこっからよ、クラロワは。最後のこの1分半で勝負変わるからね。ファイブ削り、ね、大丈夫そんなのして。いや、タギやばい。え、マジである、マジである、マジである。もう一発、ああ、もう一発飲んでたんだ。やる気なすぎるだろ。俺でニット。大きいね、これ。俺には見える。え、これ豚削りある。
回分それ耐える。やばい、無駄。うわあ、はげる。うわあ、これやばすぎー。いや、マジではげるな。はげたわ、もう。うわ、嘘やん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 、嘘って言って誰か。ちょっとマジ。いや、これラットアがもうなんかインフェのなんかに負けて20勝の1敗だったんですよ。罰ついたんですよね。うわー、てかまあインフェだけとかだったらいいんですけど、インフェでバルキリーでなんでファイボーやねんっていう。嘘やん。え、マジ。いや、痛いっすね、痛いっすね。 20-0 行きたいのに、さすがに。いや、まあ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 、でもこんぐらいのが来ないといい試合にならないというか、まあきつくない、基本的には相性がいいって考えると、まあそりゃ強いよねっていう。ああ、もうクソ、絶対勝つ流れやったやん。ウッドなのが強かったな、相手あれね。やっぱ普通ファイボ2周っすけど、やっぱ最近ファイボ2周そのウッドがね、俺ロイがこれタルだから、ウッドだったらクソ。いやー、引きずります。グローバル大会のバツイチはね、マルチの5連敗ぐらい引きずります。痛えよ。さあ、ペッカ工場です。もうイージーですね、こんなの。さっきと比べたらインフェもないし、ファイブしかないし、バルキリーもいないし、はい、ファイブだけです。悔しい、悔しいです。まあでも、ああいうデッキにも全然可能性はあるよねっていうね、ロイジャイでございます。まあロイでもこれはペッカにはね相性いいですからねっていう、ちょっと特殊な。いやー、いい角度すぎんな、おい。うちのママ、うちのママ、最後うちのママから出たブーが最後、気合を見せてればね。悔やまれるな、あれ。さあ、ペッカ出したっけ。出してないか。出してなかったか。まあ、引っ張れば変わんねえか。引っ張ってこの辺でビリビリして縛いてしまえば、お、いいファイブスキン。うーん、ザップやめてほしい。絶対来る。あれ、ザップをお忘れなかってますね。まあ、これ、ああ、マジアチが来るかなとも思いきや。さあ、マジアチ来る。いや、結露井はね、どう考えてもしたらダメだった。さあ、まあ1200なんで、これもう落ち着いて、墓石も置いて、ザッピーも置いて、まあまあ垂れ流しのゆっくりいけば基本的には大丈夫だと思います。後ろから垂れ流しとけば強いかな。ちょいちょいある垂れ流しで顔面。顔面すぎたか。ちょっと待って、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。あ、トリトン、どっか行ったみてえな。さあ、気づけばなんか追い上げられてんですけど、大丈夫そうかな俺。まあ大丈夫でしょうと思いたい。行こうぜ、どこは。せめて自分でペースをつかむ。さあ、もうなんか無理やりですけどね。大丈夫かな俺。怖い、怖い流れ来てる。いやー、ちゃんとファイブ打っとこう。ちゃんとファイブ打っとけば大丈夫です。さえ突破できません。まあされるとしたら読みファイブ。うっ、うっ、ね、待って、ガイア入ってる。あほ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 、怖すぎ、怖すぎ。え、マジでちゃう、マジでちゃう、来ない。さすがにこれはファイブ。ヒヤヒヤすんねえ、おい。まあさすがに相性はね悪くないんじゃないかなと思いますね。宝石、トリトン、スケキン、
まあ、これにインフェがあってもみたいなね感じだよね。あの罰取り消して、取り消すルールね、課金でいいからさ、よろしく。まあ、限界突破がある状況だとね、もうすぐにロイジャイ出しちゃうんですけど、限界突破じゃないロイはね、別にそんなアイテムデッキわかんないのに初手ロイする理由もないんでね。さらばインドラ来たらグッドゲームです。あー、ババなりさあ1本落としたいけど落ちねえか。バルーンつけられたら、まあ遅れて、ホバだけしばきたい。ホバだとね、ディガーの可能性が濃いんですよね。さあ、美味しいね、これ。全豚。あーん、なんで5やねん。いやー、いい位置に飛んでる。さあ、ラバ5ってことは、まあ、バルーンの可能性が出てくるんですよね、こうなると。いない方がやっぱ戦いやすいよね。まあでもダメージ的にも今んとこそんな悪くはない。もう俺スケキンのこのボスギだけで攻めになるんだね、正直。あー、それだけで止まってほしくない。あー、止まっちゃった、やばい。しかもザッピー咲いた、やばい。いやー、外すなよ。まあまあまあ、これ右も相手守んなきゃね。ヤナメ使ったら5打つまでに時間かかるし、これこれあの1ピリ1ピリで1ピリだけでいい。あー、いやー、まあでもブーターいいよ。問題は800を俺が耐えるかどうかみたいなのがあるな。まあロイで5打てば1本は折れる。あれ、いや、先これ攻めといた方がいいね、間違いなく。まあ、インドラでも別に何でもいいんだけど。よしよしよし、さあ1本折る。でソウルコールで時間稼ぎする。相手のファイブはザッピーにも使いたいし、でザッピーに使いたいよね。いいってか、やばく強すぎ、ね、でここのザッピー出すとこっちにファイブ、そしたらブーがブーパーティー、どっちのファイブ打つ、これ落ちないぞ、どっちも。にゃーん、強すぎ。いや、バルーンなかったのかな。なんか相手のわかんない、ディガーも飛んでこなかったし、何もいなかった、ラバだけだったんだね。守りやすかったね。さあ答え合わせ。あー、限界突破あれっすね、最近の限界突破ありのラバデッキね、めっちゃ強いやつ。まあでも限界突破ないと弱っちだけどね。お、俺のこと知ってそうな顔してる。アイスピだともう高回転角なんで、ショッテロイもありですけど、ホグかな、ギガポイもある。うん、まあ一旦ね、いいよマザニク。あー、チャックいいか、急に難しくなるね。アチャクイロイフかな、最近ちょっといないんですけどね。当たってほしい。いやーマジで、そのなんでなんで当たらんの、当たるのが普通なんですけどね、エイムが悪いっていう俺の。さあ着衣ロイフか、まあまあまあ悪くはないね。そのホグとかロイフに対しての墓石の位置は左から来たとしたら、これ右の一番端前とかに出すとめっちゃ強いんですよね。それで釣れるんですよね、逆サイドで。トリトン何固まってんだお前。さあだからここで、あ、一応ソウルコールしとくか。あ、できなかった。ここですね、ここの墓石はマジ強いです。いやー、もうこれだけだったらタレでいい。
これね、まあ、ゴブ小屋とかオーブンとか小屋系だったら釣れるんですよね。まあ、小屋じゃないと釣れないんですけど、ボムタワーとかだったら。いや天才かよそれ。まあちゃっちゃキング起動したい、正直俺は今。うん、だから悩ましい展開ではある。キング起動したい、できない。いやー待てよ、俺大丈夫かこれ。これできない。いや、アチャクイがさ、なんかめっちゃ出てくるね。びっくりするぐらい。いや、落ち着け坊や、これだけで熱いです。遅れてたる。え、ミストリアバッツ、もう絶対ゴブリンです。はいはいはい、たるまんない。あ、でかい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 、相手のミスでラッキー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 。勝てたら別に何でもいい。いけ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 、正々堂々とかいらない。勝てたら別に何でもいい。豚おいで、来ない。いや、ポイズンなんかい。あ、これあのさっき言ったんですけど、逆サイです。え、クエイク撃ってなかったっけ相手。気のせい。あれ、でこれトリトンでタケ取っちゃおう。いやースケキンが殴ってね。あーもう事故って、ファイボブいらなそうだな。ロイグだけ警戒して一発、うっ、あ、着いい。撃っちゃうか、削り、あ、着いさよなら。いやでかい、豚豚で決めちゃって。いやでこのボス切りで全部釣れるんですよね、逆サイド。クエイクも避けれるし。さあ俺も豚行こうぜ。いやまあさすがにね、その相性的な部分はまあ負ける時もあるし勝つ時もあるよねぐらいか。このこっちサイドが強い。ポイズも当たんない、何も当たんないかな。いやでもそんなことしちゃうと、あらよっこいしょどっこいしょ。いや豚が一発でも入れば。いや全然入らん、おい、うま、耐えすぎやろ。いやでもロイ、いや耐えすぎ。せめて最後は豚でね。うえ、気持ちいい。まあインフェとかじゃないとね、結局ロイがね最強ですよね。ナイス。ということで皆さんもマーマロイやってみてね。ではお疲れちゃんです。